神戸港中戸って港の素敵な夜景に囲まれた放送局キッス FM 神戸から夜の鳩場であなたを待っています辛坊治郎とセクシー薄田ジュリアと加納恵美子がお届けしています辛坊治郎サンデーキス7時台はゲストをお招きしています。はい、今日のゲストはですね、私たちサウンドクルーの大先輩ラジオ DJ の宿美穂子さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。ついに来た来たよ、ついに来た皆さん知ってますか、実はですね数週間前にやだクロットゲストということでお越しいただくはずだったんですが、はい、本人が現れないというまさかの展開になりましてじゃあどうしたかというとですね、はい、しょうがないんでその辺うろうろしていた、はい、川田くん、そうです、川ちゃん、はい、というディレクターじゃないや DJ さんをですねちょっとさゲストがこれに来てくれやって言って入っていただいて、ね、その時にこの事情は説明しませんでした。なぜかというとあの時宿さんとは全く連絡がつかなかったん で、うん、そうなんですよ。もしかするとね拉致されてるとか死んだかとか、いやいやいや、ね、なんか本当に不測の事態があった時に、うん、いや実はっていうことになって放送できなくなる可能性があるんで、うん、名前を出してるとだから一応全くそのことには触れずに、うん、誰か約束してた人が来なかったとしか言わなかったんですが、はい、その時番組をぶっ飛ばしたのがこの女です。どうもこんばんは、宿美穂子です。ご紹介させていただいていいですか。はい、宿さんはですね関西で引っ張りだこのDJ さんです。キス FM 神戸では毎週金曜日お昼11時30分からビバララジオのサウンドクルーをされてるんですね。ビバラレディオです。ビバラレディオ、すいません失礼いたしました。とんでもないです。他にもですね毎週土曜日お昼12時から STU48 の瀬戸内の胸の内、FMO では月曜日から木曜日朝の帯番組や全国ネットのスポーツ番組で幅広くご活躍されている方なんです、はい、今もう本当にうまいですよ。私もあのいろんな DJ さんに聞いてますけどね、しくちゃん一番うまいと思います。うまいだけじゃなくて日本語がすごく正確です。あ、基本ベース関西弁なんだけど標準語で、私やっぱりねいまだに気になるんだけど、はい、乱気とか雷とかされるとドクッとするんですけど、はい、その辺の日本語の使い方が、はい、実に美しいです。関西のいわゆる有名な DJ さんで大御所と言われるような人たちでも平気でラヌキまでは私は許すんですよ、うん、もう今時ねラヌキの人の方が多いですから、食べれるって言ったって食べれるの方が正しいと思ってる人が6割以上ですから、うん、食べられる、食べられるっていうよりも食べれるの方が、はい、多数派なんで、もうこれはいつまでも突っ張っててもしょうがねえなと、うん、ラヌキに関しては最近思い始めてるんだけど、うん、ひどいのがね雷利っていう人が最近増えてるんですよ。ライリでね、例えばねスキーでスキー滑れるって言えばいいところ、うんうん、スキー滑られるとか言われて、おいおいそれは滑れるだろ、つまりレルラレルのレルでいいところを、ね、レルだとラ抜きだって言われるのが嫌だから、うんうん、とにかく何でもライレてライリにしてしまうというひでえことが起きてて、さすがにラ抜きまでは我慢できてもライリはおいってラジオに突っ込むことがすごいんですが、それがねしくちゃんないんですよ。しくちゃん、ないしくちゃん、あ、このね、まあ、さすがに年、いや、おーいしくさん、はい、ようこそお越しいただきました。本当にちょっと聞いていいですか、どうですか、山里くんプロポーズされたら。いや、私 OK です。 OK ですか。山ちゃん大好きなんですよ、うんうんうん、あ、そう。だって話の持っていき方もそうだし、本当はね、すっごい優しくて。ジュリアちゃんダメだって。いや、ちょっと、いや、私もこの会見で、ね、すごく紳士だなと思ったところなんですよ。男に感じましたよね。いや、でも、ジュリアさんダメらしいんだ。本当ですか。あのエミコちゃん大丈夫だ。私は大丈夫です。ね、いいですよね。ちょっともう、ヤマちゃん聞いたら怒りますよ。大丈夫で上から。インカルの時に、エミコさん、なんでいいのって言ったら、うん、だってお金稼いでるし、みたいな。重要です、それは。間違いない。キャラクターとしては重要だよな。そうですね、確かにね。でもね、ラ抜き言葉もそうですけども、ちゃんとこうやってラジオの前で話せるようになったのも辛坊さんのおかげでもあるんですよ。そんなことないわ、本当に。私テレビ初めて辛坊さんの番組に出させてもらった時に、はい、そうですよ、あの時も本当右も左も分からない、大学卒業してすぐです。朝番組をね、いつ頃かな、あれ1990年代の後半ぐらいですかね。終わり頃ですね。そうですね、2000年入ってますね。僕ね98年までアメリカにいて、はい、帰ってきてすぐにですね、朝の番組ちょっと手伝ってくれって言われて、って言って半年ぐらい朝の番組やって、でそっからと私が管理職になって朝の番組立ち上げた時のリポーターかなんかですよね。はい、一期生みたいな感じで。そうなんです。その方が今も何年の付き合いですか。年を減られて何十年ですよ。そんなことないな。いや、だからあの時ね、考えよね。いや、ありがとうございます。確か今28ぐらいだっけ。うん、32ぐらい
ちょっと笑いながら言うのやめてください。全然甘いです。でもね、私がその時まだ20前半ぐらいだったので、うん、はい、神保さんその時って多分まだ40そうだな過ぎぐらいですよね。そうですね、ギラギラしてましたから。へえ、ギラギラ、朝からギラギラしました。ギラギラ言うな。そう、すっかり最近ね枯れちゃって、もうどうしたんですか。落ち着きましたよね、ちょっとね。いやいや、もうダメ、もう本当にね、もうね、うん、いやダメとか言いながら、ほら先週、ね、楽しいことってね、うん、あ、花が咲いたとかね。嘘ばっかりよ。嘘でしょ。嘘ですよ。そんな清い感じですか。いやいや、もうこの二人の美女を前に、選手もメロメロだったじゃないですか。前も言いましたけど、この二人はですね、はい、左の恵美子ちゃんはここにいる鍋谷くんとろが連れてきて、はい、右側のジュリアちゃんは、あの、結城プロデューサーって読売テレビの不良ディレクターが、はいはいはい、知ってます、知ってます。あの、あ、今日は来てないけどね、はい、不良プロデューサーが連れてきたんだけど、俺関係ないの。でもほら、メロメロになってるじゃないですか、毎回。かわいいね、かわいいねって言いながら。かわいいことかわいいけど、ね、もうなんか慎吾さん、介護されてるみたいやなと思ってましたよ。なんか高級老人ホーム。そんなこと言いつかんが。この間ぶっ飛ばしたくせに。介護したに。何言ってんだ、本当に。と思って聞いておりました。今日はあの先輩の、うん、はい、先輩のね、サウンドクルーとしてですね。そうですね。あの、新しい2人に、はい、あの、ぜひあのアドバイスをいただきたいと。もう私、教えること何もないぐらい、いろんなところで活躍されてるお二人じゃないですか。いや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 。今ちょっとお話伺っただけでやっぱ違いますね。はい、違います、本当に。やっぱりね、あの、宿美穂子がなぜ、この十数年間でここまで来たかというね、うん、その物語を今日は語ってもらうと、はい、そういうことになっております。あ、そうなんですか、はい、聞きたいです。いや、でも私あれなんですよ、学生時代にそのままオーディションを受けて、まず DJ デビューしてるんですよ、大学4年生の時に。しかもそれもですね、先輩がオーディションに行くっていうのにたまたまついてって、はい、オーディションって分かんないじゃないですか、どういう風にやるのか、はい、でもラジオをずっと今だからずっと聞いてたんですよ、大学時代、はいはい、それでその番組の好きなところを言ったら受かっちゃったんです。才能ですね。努力じゃなく、努力じゃなく、ただ運が良かったっていう。才能ですよ。本当に一緒に行った方が良かった、落ちました。だからめっちゃなんであんたが受かったみたいな。そうやな、先輩からしたらね。そういうケースあるよね、うん、なんかあのオーディションに行って付き添いで行った子が受かってしまうっていうのはありがちな話だね。力んでない分、そうですよ ね、きっと多分この子は何者なんだろうと思って、うん、興味を湧いてくださったのが良かったのかなと。ジュリアちゃんはまあ曲穴だから、曲穴に採用試験受けに行ったんだと思うんだけど、うん、はい、エミコちゃんはどうして、どうやってモデルになったの。私は、一番初めにそのミスユニバースを受けて、なんかまあ、はい、大学生になって、まあなんかこういうことがしたいと思って、なんかそのね、テレビとか、そういうモデルとかそういうのをしたいと思って、なんか適当にオーディション雑誌を見てて、なんかミスユニバースっていうのを見つけて、でそっからですね。へー、はい、そこから、そこからまあ大会があって、大会終わってから何もないんで、どうしようかなって思って、でたまたまなんか読者モデルのスナップ撮影みたいな、これ、ね、この間テレビに出た時のそのまひこちゃんですけど、はい、こんななんですよ。これもう水着の写真かな、下着じゃないですか。下着じゃないです、水着です。え、こんなんです、こんなんです。これ見えてるかな、あの、見たい方はですね、はい、あの、辛抱の旅の私のツイッターをご覧ください。はい、ツイッターなんでね、はい、保存もできます、画像。足長い。これ朝の番組ですよね。そうです、朝の番組です。ね、はい、6ですよね。はい、そうです。これ男性みたいな鼻血出ますよ。もう岩本圭介さんが鼻血出したんじゃないかなっていう。すごいな。はい、もうこんなスタイル抜群の方と、もうなんでそんな写真いっぱい持ってるんですか。怪しい。もうね、このラジオ聞いててもね、はい、ギリギリのラインで言ってますよね、辛抱さん。そんなことないよ。いつか私なんかニュース載るんじゃないかと思って、はい、そんなことないよ。ドキドキ。もう俺別にニュース載ったって大丈夫だもんね。何ですかこの開き直った感じ。怖いもんないもんね。でもね、変わんないんですよ、二十数年前から多分ずっとこんな感じですよね。はい、そうですね。いや、そんなもんだから、ちくちゃんと出会う前の20年間も同じだからね、うん。ギャハハハ言ってますね。多分ずっと変わらないと思う。年々これがひどくなってくる。ひどくなってる。本当に。ひどい言うな。なんか吹っ切りましたよね。え、そうですか。なんかこう、そうなんです。肩の力が知らないと思いますけど、そうなんですよ。6年ほど前にちょっと死にかけたことがありますね。本当ですか。そうなんですよ。よっと沈みかけてですね。知ってますよ。私たちほら行ってらっしゃい会したんですよ。え、そう、覚えてないの。みんなでプレゼントを渡して、あ、そう、うん、これ海の上で使ってくださいねって渡したんですよ。それも沈みましたよね。一瞬で。まあまあ高かったんですよ。多分ね、置いてあると思う。本当、多分持ってってないと思うんだよね。いや、本当ですか。分かんない、確かなんか風速計かなんかもらったよな。そう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 。いやいや、あれあるある、使えるものを渡したんです。いや、本当使えるものを渡したんですけど、そうなんです。でその後もう私ニュース見て本当びっくりして、うん、あれ
シンボさんと思って自慢じゃないけどね、うん、俺だってびっくりしたんだよ知ってる本人が一番びっくりしますよ ね赤の線か白の線を切ろうかっていうね、そうそう驚いたね本当に、でその後ねあの講演会も私聞きに行ったんですよ、あ、はい、名古屋でやって覚えてますか、覚えてない、もういろんな記憶が消えていくそうそういいんです、そうやってね人間いろんな記憶が消えていくことによってですね死ぬのが怖くなっていくわけですよ、怖くないでしょ、でももう、はい、怖くないですですよね、全然怖くないですね、はい、だって私あの本当にね楽しく人生を送らせていただきましたから、うん、なんかそれ分かります、はい、何も思い残すことはないですね、はあ、でもこういう人ほど嘆きするんですよ、本当に大学行っちゃったしね、もう家にも帰ってこないしね、そんなに大きくなったんですか、はい、だから父ちゃんいてもいなくても関係ないし、うちの神さんもめったに家にいないし韓流が大好きだね、ドラマにハマってる奥様ですよね、いや今もう別のもんにはまりまして大変なんです今何にハマってるんですか、今ですか、はいはい、いや長いこともういいじゃないですか今の話なんか奥さんと行くランチタイムが好きだみたいな話してたじゃないですか、いやそれ公演ネタです、はい、やだもう公演用とプライベート用といろいろ分け、はい、俺の話はいいんだよ、いやでもね本当で公演聞きに行ったことあります、ないです、めちゃくちゃ上手ですよ、もう慎吾さんに上手っていうの失礼ですけど、面白いです、はい、自慢じゃありません、本当に、はい、あれすごい勉強になります、伊達にバカず踏んでませんから、でもちょっとした嘘も入ってるんでしょ、うん、奥様と行く、嘘じゃないですか、好きっていう演出ですどう違うんですかそれは一緒ですよね、今日は宿ちゃんの話でしょ、はい、忘れてました、うん、ほらなんか聞くことあるでしょ二人、ほら宿さんは今、はい、ラジオ DJ、 もともとリポーターもされてて、はい、そうです、どういう経緯でラジオ DJ がデビューのきっかけなんですよ、うん、でテレビもしてたんですけど、やっぱりラジオの方がいっぱい喋れるじゃないですか、うん、自分のこともいろんなことも、はい、テレビってほら決まってるですよね、尺がありますからね、はい、うん、でも、まあ、番組によるけどな、お母さんの番組やってる時はまあ別にテレビでもラジオでも一緒だったやりたい方だし、慎吾さんはもう変わらな い、うん、いやそれでもやっぱり番組によるよね、やっぱネット番組の報道番組ちょっとそういうわけにもなかなかいかないしな、ね、だからこの番組が多分今一番あれじゃないですか、あ、そうですね、この番組一番楽ですね、うん、あの楽っていうか、いや素はもうちょっとあの真面目なんですけど、え、独身はやっぱりあの、ね、え、素もっと真面目何を言ってるんですか、私は石部金吉石頭と言ってですね、なんかもう真面目がスーツ着て歩いてると思うんですからね、いや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 、もう一番似合わない言葉ですよね、似合わない、でも辛坊さんと、10年ぐらい会わない時期もありましたよね、私はずっと一方的にテレビ見てましたけど、うん、その間でも結構ラジオ聞いてくださったり、そうなんですよ、あ、しくちゃん頑張ってるなと思って、でそのメッセージを、うん、あのどっちかというとね、一緒に入ってきたあの、うん、もうちょっとちっちゃいリポーターの方が好きだった、そうなんですよ、ひどいでしょ、可愛らしいね女の子がいたんですけど、はい、その子がタイプだタイプだっていつも私に言うんですよ、うん、その子でめっちゃ可愛かったんですよ、ちっちゃい子でね、ちっちゃかったよね、そうです、今もね、舞台女優さんで頑張ってます、ああ知ってる知ってる、ね、なんか AV 女優と同じ名前の子なんですか、いやいやいや、ちょっと待ってソメヤちゃんね、そうそうそう同姓同名で AV ギャルの子がいるんだよ確か、検索したらどっちかに出てくるっていう、いや漢字も名前も同じで、変えた方がいいですよね、お名前でも珍しいですよね、ソメヤ、言っちゃっていいだろうな、名前言っちゃっていいよ、タレントさん、うん、タレントさんだよね、そうですそうです、じゃあ名前言ってもいいよね、うん、ソメヤユカさんっていう、そうそう、ソメヤユカさん、ユカはどんな字だった、多分ねあるっていう字にね香るじゃないですかね、あるに香るで、ソメヤユカっていうすっごい可愛いちっちゃい子がいたんですけど、うん、はい、割と私ど正面ど真ん中みたいな可愛い子だったんですけど、可愛い人タイプなんだっていう感じですよね、可愛い系が綺麗系かなと思った、可愛い系、まあ俺の好みはどうでもいいんだよ、ごめん、俺が振っちゃったね、それはね、いや、染谷さんね、染谷さんっていうタレントさんなんだけど、はい、同姓同名のエブイの子がいるんだよ知らないいや本当にどっちが大それはどっちが大分違うね、なんかだけど俺本人に聞いたかな、同じ名前の AV 力がいるんですって言って、だからネットで検索するとそっちが先出たりなんかして、その話をまだ20代前半の女の子に言うんですよいや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 、そうだなと俺が言ったんじゃなくて本人から聞いたんじゃなかったと思うよ、本当そうじゃなかったら俺そんなもん知らないもん、染谷由香さんをネットで検索しないでしょ普通、いや違う方の染谷さんを検索してんじゃないですか、しませんよだから知ってるのか、そうそうそう、何言ってんだよ誹謗中傷だよやめろ、それ曲いきますか、曲いきますか、一曲お願いします、はい、しくさんがね持ってきてくださったんですよね、そうなんです、私はですね、なんかちょっとこの人が染谷さんじゃないや、染谷さんとちょっと似てるかなと思ってちょっと染谷由香ちゃん今度ゲストに来てもらおうか、来てもらおう、ね、AV 女優と同姓同名のタレントさんはどういう気持ちでいるかっていう、うん、それ話せる
のかな。でもゆかちゃん何でもいけるんで、大丈夫だと思います。スメゆかちゃんに断られたら、うん、その本家の方の方にこうどっちが本家かどっちも本家はね、どっちも本家、はい、あの曲言っていいですか。どうぞお願いします。エドシーランって知ってますか。よく知ってます、うん、あ、よかったです。エド時代の人ですよね。違う、絶対言うと思った違う、あのね、もうイギリスでもグラミー賞を取ってるめちゃくちゃ有名なアーティストなんですけど、うん、彼はもう本当に自由というか、でも謙虚でありながらその世界中を旅して、うん、彼女と一緒に旅して曲を作ってアルバムを出します、うん、そしたらまたバーンって売れて賞を取ってまた旅行に行ってっていう、すごい私の理想的な生活をしてるアーティストなんですけど、この間ライブがあったんですよ。ちょっと興味あります。なんか絵描いてますけど全然聞いてない。リストもいて、ここにあらずですけど、はいね、はいはい、京セラドーム大阪でライブがあったんですよ。ほうほうほう、5万人規模の、すごいですね。SNS で見ました。なんか SNS OK だったんですよね、撮るのが。あの外国のアーティストだけは動画撮って OK なんですよ。日本のアーティストはダメなんですけど。え、そうなの。そうなの、みんな撮って拡散してみたいな感じで SNS OK なんですよ。めちゃくちゃ上がってました。そういえばね、私の声もね、必ずあの始まる前に、うん、あの SNS とかアップはやめてください、写真撮影やめてくださいって必ず司会が言うんだけど、はい、俺心の中で別に写真ぐらい撮ってもらってて、うん、SNS で拡散してくれれば嬉しいのになと思うんだけど、今みたいな AV の話を動画で流された新聞の何ね、本当ですね、公演でそんな話はしませんこれ江戸シーラーの話戻っていいですか。それで5万人規模のライブ会場で、ほうほう、たった一人でアコースティックギター一本でやるんですよ。いや、歌手ってそんなもんですか。違う、だいたいね、やっぱドームクラスになるとバンド入れたり、はい、何かこうコーラス入れたりとかするんですけど、ほうほう、それむっちゃ安上がりで儲かるじゃん。いや、そうなんですけどでも彼のすごいところが、このペダルをね、こう踏みながら、はあはあ、エフェクターペダルっていうのがあるんですよ。あ、知ってるよ。知ってます、知ってます。それ要するにギターって言っても何、エレキか。いや、アコースティックギターなんですよ。アコースティックで何、それでエフェクターがつくの。レコードっていうところをポッて押したら、うわ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 って言ったら、こう自分でうわうわってこう録音を重ねていって演奏するんですよ。なるほどね。これってあの本番でできる人ってなかなかいないんですよ。そうだな。例えばこう収録とかね、CD作る時にやるってなったら失敗してもいいじゃないですか、はい、でもさ、プロだろ。いや、ライブで失敗したら偉いことで、うわうわ、ライブちょっと大変なことになりますよ、ね。はい、あ、それで言ったらさ、俺ちょっと聞いていい、うん、エドシーランより辛抱しろな。いいんだけど、俺さ、あの去年から爆発的に売れて、うん、ネットで売れた歌手で紅白出た人いるじゃん、あの米津玄師。あ、米津玄師ね。米津玄師の、はい、あのレモンだっけ、はい、あの歌の途中に、はい、ふみやとかほみやとかなんか変な声が入ってる、はい、あれ何、あ、なんで知ってるんですか、すごい。は、彼の隠し玉っていうか、必ず一曲どこかにそういう音を入れるんです。あの音何なの、あれいる、あれいりますよ、あれとかいうやつでしょお、それそれ、そうなんですよ、必ず入れるんですよ。これ誰かの、知らない、レモンに入ってるの知ってたけど、全部に入ってるの知らなかったですよ。レモンに入ってるってあれ気がつかないって、よっぽどだね、このジュリアちゃんこれそれに驚いたよ。入ってるのよく聞いたら、いや、よく聞かなくても入ってるし、最初から入ってますよね。入ってるよ、うん、あれ一体これ一体これいるのかと、すごいそこに気づくのがさすがですね。いやあんだけはっきり出てりゃ誰でも気づくだろうそうなんですよ、気づくだろそれ。でもそれがどういう意味か、どういう音で出してるかっていうのは言ってませんね。言ってないの、意味もあえて。そうなの、ごめん、エドシーランだ、ね、エドシーランもう終わりました、まあ、そういう風にね、一人で5万人規模のライブを満足させてくれるアーティストってなかなかいないなと思って。そうか、一人でやると一回行ってほしいんですよね。あ、私がですか、はい、職人技ですよ、アーティストというか職人みたいな感じなんですよ。あ、そうすか。だからもうほら、旅ばっかりしてるじゃないですか、辛坊さん。そうですね、はい、だからちょっと旅に行って、曲を作ってこの番組で流すとかね。ああ、辛坊さん誰が興味あんねんですよ。じゃあ行きますよ、エドシーランで Shape of You。 何なんだよすいません、すいません、誰が興味あんねん。さあ今日はラジオ DJ の宿美穂子さんをゲストにお招きしてお話を伺っております、はい、いいね、エドシーラン、いいでしょ、うわ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 、セイ、ここですよシーモンさん疲れてますね、なんかね。いや、そうなんですよ、もうちょっとね、今週ヘロヘロなんですよ。先週末フランスから帰ってたばっかりですから。そうだ、で、その後なんか講演会行ってましたよね。そう、富山行ったりしてますからね、うん、ちょっといくらなんだか今週はね、働きすぎ。大阪にいることとかあるんですか、はい、大阪にいることですか、はい、ああ、そうですね、家に寝に帰ることはありますね
バックパッカーのような生活を。そうですね、あの家にいる時だって夏場はですね、うん、庭にテント張って暮らしてますからね。え、なんでですか？喧嘩したんですか？いや、テントで暮らしたいっしょ。いや、テント泊はまあいいですけど、なんで家の庭でテントで、ね、遠くに行く時間がないから家の庭にテント張るんですよ。気分を味わうために、ね、テント張るぐらいのちょうどいい感じの芝生があるんです。同じね、テントぐらいの面積の。だからそこにテント張ってですね、うん、ランタンで火を灯して、うん、一人でバーベキュー、一人バーベキューをやりながらですね、星空を眺めてですね、過ごすですよ、夜。でしょ、するでしょ。した一人で、ないです、一人は。一人ではない、一人自宅キャンプ、自宅キャンプはない。これはですね、毎日震災になった時の避難訓練になります、ね、なるほど。確かにそう考えると、はい、だからうちはあの何か起きても大丈夫なようにいろんなバックアップ整えてて、うん、あの去年はですね、雨水をためる雨水タンクっていうのを買ってですね、うん、もう雨水タンクで今ね50リッターから100リッターぐらいあるのかな。だからね、この水で、最悪しばらくは生き延びられます。水大事ですからね。1日2リットルあれば生きていけるんですよ、うん、ね、そうすると僕はまあ100リッターあれば50日間は一人で生きていきますから、はい、ね、なんでさっきから一人なんですか。奥さんどこ行ったんですか。誰も帰ってこないんだ。話変えましょうか。そうだね、そうですね、そうしよう。私ね、今日ずっと聞きたかったのが、はい、なんか知らない間に YouTuber になられてたり、おいえい、はい、ちょっとそんな人じゃなかったんですけど、おいえいとか言うような旅行ったりすごいじゃないですか。その回数もすごいし、あ、で取材でももちろん行かれてますよね。学生時代にバックパッカーで旅の面白さに取りつかれて、うん、実は読売テレビの社員時代も休みになると必ずどっか行ってたんですよ。で、まあ、それがやりたくて会社辞めたんですから。で、会社辞めたけども、うん、なかなか仕事辞めきれずにいて、うん、でもうそろそろちょっと人生の残り時間考えた時に、うん、こんなことしてる場合じゃねえと思い切って、はい、基本いろんなことを、まあ、あのごめんなさいして、うん、今はだから去年は1年間で12回海外行きました。12回、毎月1回行く感じですね。最初は隔週で行こうと思ったんです。去年の4月は1ヶ月間に2回行ってます。だけどさすがに隔週で海外行くと疲れる、うん、疲れる、でしょうね。時差もありますしね。1日ぐらいに減らそうと思って、うん、今まあちょっと若干ペースダウンですけどね、うん、はい、いやでも行ってますよ。なんかあの、はい、手元に旅の本がいっぱいありますけど。そうなんです、私も旅が大好きで、今50カ国ぐらい行ってるの。そうなんですよ、1ヶ月で3カ国行ったら死ぬかと思いました。本当にしんどいですよね。くーちゃんはさ、わざわざ海外行かなくても、国内で十分人生の旅をさしてるわけでさ。全然してませんよ。海外行きたいですよね、やっぱり。行ってみたいです。やっぱ今じゃないといけないんですもんね。山里どうですか。山ちゃん大好きです。私ね、あの飛行機乗るとき必ず本を10冊ぐらい買っていくんですよ。で飛行機の中で邪魔されることなく読めるじゃないですか。いや、も見るけど。飛行機に乗ったらただの映画を見るでしょ普通は。映画を見るんですけど、うん、なんかちょっと目が疲れてくるときないですか。ずっと明るい光ばっかり見てると。で本を必ず読むんですけど、この知ってますよね、金高薫さん。うわ古っ。多分お二人知らないと思うんですけど、俺ってギリギリだぞそれ。私もね実は知らないんですよ、現役は見てないんです。金高薫世界の旅。そうですそうです。私子供の頃よく見てました。見てましたよね。だけど子供の頃だな、さすがにな、うん、当時まだ本当に女性が上品な人でね。本当に上品な語りのね、うん、で今年の1月に亡くなられたんですけど、ね、90歳だったんですけどね、85ぐらいまではずっと世界を旅してたんですよ。だって1960年代、いや70年代半ばぐらいまで日本人って海外に普通の人は行けなかったからね、うん、まだ1ドル360円で、確かね上限で500ドルまでしか換金できなかったんですよ。つまり日本は外貨が足りなかったから、一般の人が海外に行きたいって言っても銀行行ったら 無制限にドルが買えるかって、そんなことなくて、確かね換金制限上限500ドルだったと思います。そうするとね500ドルなんか持ってたって1ドル360円の時代だからすぐなくなりますよね。すぐなくなるんですよ。そうするとどうするかというと、銀行行っても上限そこまでしか買えてくれないから、当時羽田とか成田で海外から帰ってくる人からリアル、そうリアル関係を、今海外って時々あるじゃないですか、現地の闇屋のいるいるいる。日本でもそういうことが空港の周りではあって、そうしないとドルが手に入らない時代があって、一般の人はそう簡単に海外行けなかったんです。自由化されたのが70年代の半ばぐらいで、それからいわゆるバックパックカーのブームが始まって、金高薫さんはそれより前の時代だ。それより前なんですよ。しかも女性が行くって、でレポーターなんですけど、レポーターだけじゃなくてナレーターもディレクターも全部あるんですよね、一人で。そう、さっきも言ったけど、その1960年代のテレビ番組で10問正解して夢のハワイに行きましょうっていうクイズ番組があって、
あれそれは知らない。 TBS の番組ですよね。そうです TBS です、はい、正確に言うと NBS です、あれあれアップダウンクイズ、アップダウンクイズ違う、世界不思議発見じゃねえよ。あれ違う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 、ジュニアちゃんがさすがにアップダウンクイズ知ってると思う。ロート製薬提供、アップダウンクイズ知りませんか。小池さんっていう NBS のアナウンサーが司会してたんですけど、この NBS の小池さんという人はですね、ものすごくエピソードなが豊富な人なんですけど、この人のエピソードはテレビで、いやラジオで絶対喋れないっていう。あ聞きたいの、今度飲んだ時にわかりました。で、 でもその方の本を読んで、やっぱ旅することって、これね、旅したら女性美しくなるとかね、名言がいっぱい書いてるんですよ。去るものは追わず、来るものは選べ、これ名言ですよ。はあ、その飛び立つが今の宿ちゃんを作ってるわけですね。そうなんです。だからちょっとでも時間があったらすぐ飛びますよね。私辛坊さんと一緒です。番組終わってもう1分後には出て関空に行って、でもヘロヘロになりながら帰ってくる。どこ辺行くんですか。どこも お気に入りはお気に入りはイタリアです。ヨーロッパ、ヨーロッパ大好きです。遠いぞ。遠くないですよね。寝て起きたらすぐですよね。まあ寝たら、寝て起きたら。どれぐらい行かれてるんですか、イタリアには。イタリアはでも5回ぐらいしかまだ行けてないんですけど。どこ行くんですか、イタリアの。イタリアを全部行きました。上の方からもうローマ、フィレンツェ、ミラノ、そしてコモ湖って知ってますか。フィレンツェとミラノの間に素敵な湖があるんですよ。そこに行ったり。ちょっと興味あります。あるあるある。さっきほらお話ししてたじゃないですか、あのオランダ、アムステルダム。ああ、アムステルダムね。もう行った時に、あの本当にコーヒーショップが、あ、コーヒーショップ気をつけろって言われて、で、フランスのニースに行きたかったんですけど、乗り継ぎしたら怪しまれるんですよ。なんで君は乗り継ぎして一旦外に出て、そうですね、フランスに行くんだって。行ったって言うと税関でもう身ぐるみ剥がされるようにして調べられます、調べます。で、あの犬が来てクン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 、何にもないのにクン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 されて、そういう経験してきました。そう、アムスはちょっと要注意ですね。うん、あのコーヒーショップ入っちゃダメだよって言われて、なんか悪の花が咲いてる感じがしますね。そうですね、飾り窓っていうのがあってですね、まあ、要するに売春が合法なんですよ。そうなんですよ。綺麗なお姉さんがガラスの合法なんですか。合法、ドイツも合法のはずだ、確か。そう、はい、みんな普通に観光客の方見てますよね、こうやって。うん、だから最近だけど、あんまりね、中国人観光客の方がを退去してね、見学っていうかですね、面白がって押しかけて、ちょっと今制限しようじゃないかっていう話が、今年ニュースになってたな、飾り窓は。あ、そうですか。コーヒーショップもちょっと減ってきてるんですよ。あ、ちょっと国の規制が。そうですね、だから今までみたいにアムステルダムっていうとなんかその悪の花が咲いてて、大麻も自由だし売春も自由だしわーみたいなところが、ちょっとやっぱ国の、名誉を傷つけてるんじゃないのっていう意識が芽生えて、ちょっと今制限方向で、ね、そうですよね。なんか行く方としても安心の方がね、そうですね、やっぱりありがたいなと思いますけどね。で、もう一個本紹介していいですか。はい、どうぞ。いつも旅行に行くときはビジネスクラス乗りますか。まあ、辛坊さんぐらいだったらね、いや乗ると思うんですけど。エコノミーも乗りますよ。エコノミーも乗ることもあります。この間なんかね、ひどかったんですよ。私ね、はい、ね、ラオスかベトナムかなんか行こうと思って韓国行ったんです。で、韓国行って、タイ航空で、ね、そしたらすっごく申し訳なさそうにタイ航空の係の人が、はい、すいません、ご予約されてる飛行機は1週間前に出てます。は？はぁ、いや、こっちがはぁって言いたいですよね。帰国便は、帰国便は、行き乗らないと自動的に取り消されます。あっみたいな。で、関空まで行ったものの、乗る飛行機がない。ホテルはネットで予約済み。うわ、あっちゃーと思ってですね、関空で、はい。で、昔の感覚だと格安航空券って、まあ、4日前より前じゃないと予約できないっていうイメージがあったんで、はい、いくらなんでもここで。だからその時にタイ航空の人にも、フルフェア、ね、請求運賃でいいから取ってくれって言ったら、すいません、今オーバーブッキングで、とてもじゃないけど一席も空いてませんって。うわ、だから機種が変更、 A380 っていうでっかい飛行機からジャンボに機種変更になって、もう60人も客が溢れてて、今から新規の予約は無理ですって言われて、だからお金払っても乗せてくれないっていう。で、絶対絶命ですよ、関空。でしょうがねえな、行くとこなくなっちゃったなと思って、北海道でも行こうかなとこうふらっと思ったんだけど、試しに HIS で当日予約できないかと思ったら、
ベトナム航空がすぐに予約できた。あとね、LCC のジェットスターかな、それとベトナム航空を組み合わせたチケットがすぐその場で取れて、だからもうあの E チケットの控えもプリントアウトも何もなし、うん、携帯ね、もう携帯も何も基本的に予約ってできてればパスポートだけで乗れるのよ、うん、あ、そうなんですか。そうなんです。 E チケット控えも何も実はいらなくて、パスポート登録されてる、まずパスポート登録しないとダメですけど、うん、名前とパスポートで乗れるんですよ、飛行機って、国際線も。だからその場で予約して、うん、その場で飛行機に乗って、うん、目的地変更で、ね、ベトナム行ったんですか。あ、前ベトナム行ったすげー。なんかもうやっぱバックパッカーなので、元そうですね、何にがあっても大丈夫ですね、とりあえずなんとかなっていう、うん、そういう世界ですから、うん、じゃあもうこれ楽しかったですよ。いいですね。何ですか。これ気になります。世界一周の旅っていうか、ビジネスクラスで行くっていう、はい、でも高いじゃないですか、ビジネスクラスって、うん、高いですよね。でもこの本にはそのビジネスクラスで実は世界一周で行くとそんなにしないんだよっていうヒントがいっぱい書かれてるんですよ。ビジネスクラスもね、だから去年12回僕海外行ったじゃないですか、うん、でまあ8割ぐらいはビジネスなんですけど、その中で東南アジアだったら往復10万円ぐらいのビジネスクラスって結構ありますよ。あるんですよ。ちょっと頑張ったら乗れるっていうね。うん、往復10万円で、インドシナ半島ぐらいまでは行けます。エコノミーとそんな変わんない。エコノミーだったらやっぱり 4,5 万円で行けるところですね。あります。あるある、 4,5 万で行けます。そうなの。それだったらちょっと乗ってみたいってですね、 まだ手が届くって、うん、そうです、はい、フルフラットで寝て、いや、ビジネスクラスもね、フルフラットはね、ヨーロッパ路線で、太平洋路線なんか JAL でもフルフラットだけど傾斜があるんだよね、うん、微妙に。だからビジネスクラスもいろいろで、短距離のビジネスクラスはフルフラットじゃなくて、うん、ちょっと豪華なソファーみたいな感じみたいですね、東南アジアだと。これで太平洋路線でもロスまで行く飛行機で、うん、私去年 JAL で乗ったやつは、うん、一応フルフラットなんだけど微妙に傾斜がついてるの。なんで分かったんですか、寝た時にあれって。いやいや、もう見たら明らかに片っぽが10センチぐらい高いんですよ。これがね、意外とね、これ JAL の方申し訳ないけど、あれなんであんな中途半端なことするかな。あとちょっとそう、あとちょっとだね。多分ファーストクラスとの差別化なんじゃないかと思うんだけど、ね、まあ、だけど今国際線の太平洋路線とかヨーロッパ便は本当の完全にフルフラットになるっていうのが、うん、だけどね、今回フランス行ったのが、行きがプレミアムエコノミーで帰りがビジネス だったんですよ。だけど結論から言うと、プレミアムエコノミーとかエコノミーの方が現地に着いた時のヨレヨレ感は少ないかもしれない。ヨレヨレ感？どういうことかというと、うん、ビジネスクラスってフルフラットだから、はい、完全に横になって寝ちゃうのね。だけど、ベッドじゃないから狭いから寝返りも何回もすると、朝起きた時に髪の毛ぐしゃぐしゃ寝てところがね、エコノミーとかだったら体動かせないから、そうですね、ガチッと固められた状況だからまず髪型は乱れない確かにで、変な寝癖も顔につかない。そうですね、はい、だからもしかするとね、エコノミーの方がいいこともあるぞ。だから睡眠導入薬かなんか飲んで寝ちゃうとか、うん、すごい眠りの深い人は、うん、で座ってても寝られる人は、うん、エコノミーの方がいいかもしれないって今回思った。だからビジネスで本当にフルフラットで横になっちゃうとね、朝起きたら髪の毛ぐしゃぐしゃだし、うん、あっちこっち寝癖ついてるし、うん、顔にあっちこっちソファかなんかの、ま、枕の肩がくっついて取れないしみたいな大丈夫、新郎さんしかつかないからね、肩はね。しかもビジネスに乗ったら何かしらこうね、元取ろうとして食べたかったりとかで、シャンパンとかワインとかのすごいじゃないですか結局どんどん太るよね。そうですよね。でもその飛行機乗るまでも楽しいじゃないですか、その特別な部屋みたいな、ああビジネスのラウンジ、はい、これ全部乗ってるんですよ、世界の。それで言ったらね、ファーストクラスのラウンジは違うよ。どんなの乗ったことあるんですか。ファーストクラスのラウンジ、私なんで今回ね、うん、会社も全部辞めて旅人になろうと思ったかっていうと、はい、うん、もう長年働きに働いた飛行機のマイルが150万マイルぐらいあるのよ初めて150万マイル、ね、150万マイルってどういうことかというと、はい、ファーストクラスでヨーロッパ往復10回できるとか、うん、そのぐらいのクラスなんだよ。そんなに。それで、あの時ファーストクラスの予約ができて、で、ファーストクラスのラウンジだけど、ファーストクラスのラウンジがすごいのは、ビジネスクラスのラウンジだったら、例えばカレーとかなんとかは自分でご飯をそってカレーかけるじゃない、ファーストクラスのラウンジは座るとまずシャンパン持ってきてくれて、カレーって言うとカレー作って運んで持ってきてくれる。ホテルみたい、コンシェルジュみたいな人がちゃんと行って、まあそんな感じです。その時はどこの航空会社に乗ったんですか。アナ。
あすごいサービスだと思いますよ。マスクラウンジはいいよ。すごいらしいですね。あれはいい。でなんかそのままあのパスポートをもう預けて。ね、俺はあの普通にチェックインしたけど、裏動線でファーストクラスに乗っけてくれるところある。あるんですよね。だから今回ね、誰にも会わずに。そうなんですよ。今回だからエールフランスなんだけど、うん、行きの飛行機はファーストクラスが4席あって、ビジネスがあって後ろがエコノミーの部屋だったんだけど、うん、搭乗案内の時にファーストクラス呼び出さないの。あ、じゃあもう別ルートですね。だからファーストクラスの人たちは4人いたはずなんだけど、うん、その人たちは別動線だから、うん、普通にあの入り口のゲートのところでなんかかざしてピッコンっていうあれない。いらないんですね。特別待遇。乗ってみたいね。乗ってみたい。みかちゃん、はい、ハワイ行こうか。行きたいです。あ、私も全然どうしますよね。あの別の部屋でいいので。2人は自腹で行け。なんで？なんで？無理、ファーストクラス自腹無理。で、これめっちゃいいですよ。あの、いろんなルートがあるんで。あ、これね。これで女性用もあるんですよ。これ女子旅は、あの、危ないじゃないですか、国によって、はい、だからこれ気をつけてくださいねとか、うん、このホテルの方がいいですよとか、うん、あと衣装、はい、いろいろほら写真撮ったりするじゃないですか。ああ、服装確かに気になります。そういうところ、そういうなんかヒントが行った人が書いてるから、はい、すごいためになるんですよ。へえ、これ見つけちゃった。じゃあもうさ、それ本読んでる場合じゃなくて、もうそろそろ書いたらいいじゃん。そうなの、思ったんです。だから休みください。プロデューサーに。なので私はだからちょっと YouTuber になったので、ちょっと先輩にいろいろ聞きたかったんですよ。わかりました。あれ本当に一人で行って撮ってるんですか？一人で行って撮ってます。一人で行って撮って、編集も自分でやってます。本当ですか？編集まで自分でやって、はい、最後にアップするのと、うん、スーパーって字幕をつけるのだけ、うんうん、鍋谷くんっていうのがやってます。あ、そうなんですね。まさか編集は自分でやると思う。自分でモザイクまでかけますからね。そんな細かい人でしたっけ？なんかもっと大雑把な人ちゃいました。あなたね、俺に対しての認識が根本的に間違ってると思うよ。なかなかほら、辛坊さんにここまでね言う人もいないかなと思って今日言わせていただきました。ちょっと今度ゆっくりこの続きを飲みで、飲みて。はい、今日お邪魔しました。本当ありがとうございます、うん、まだまだ聞きたいことたくさんあるので、ぜひね、はい、そうですね、はい、前いっぺんあのぶっちぎってますからね、もう一回ぐらい来てもらって。ついても合わないからな。わかりました。じゃあそんなゆかちゃん連れてきます。ここでね、何か言い残したことがあれば、うん、もう自分の宣伝でも、ツイッターの宣伝でも、インスタグラムの宣伝でも何でもいいですから、うん、宣伝してってください。宣伝ね、別に何もないんですよ、はい、何もないの。よくね、あのでもゴルフしますか皆さん？打ちっぱなしだけ。あ、ぴったりです。あのゴルフデビューしてない人のイベントっていうのは、してないです。あ、もう2人来たら最高ですよ。お客さんいっぱい増えます。は、どういうこと？キッス FM 神戸で、はあはあ、コースデビューをしたいゴルファーの方を応援するイベントをやってるんですよ。誰が？キッス FM 神戸全体で。ほうほう。で、初めての人ってやっぱ打ちっぱなしは行ったけど、うん、ラウンドってちょっと敷居が高いとかに行けないじゃないですか、うん、そういう人たちをみんな集めて、50人ぐらいで、うん、みんなでゴルフ場で。あ、そういう人たちばっかりで、ゴルフ場貸し切りならそんなに周りの人に気づかないですもんね。そうなんです。そういうイベントを私も年4回ぐらいやってるので、ぜひ来てください。もう2人が来たらもう、それはもう男子がもうウハウハいながら来ると思うので。わかりました、貸し出しましょう、はい、あ、じゃあもうぜひ貸し出しましょうって、私何の権利もないけど。では番組から貸し出すということで、ね、わかりました、はい、ゴルフやってた方が絶対いいと思うんですよ、今後。お仕事もね、また増えるゴルフ番組とか、そうそう、 あ、ね、ありますよね。そういうところでお金持ちと知り合うとかね、うん、あ、うん、だけどそういうことがないのが今の職ちゃんを見てるとよくわかるよね。いやいや、なんでですか。でもゴルフやるとその人の性格わかるんで、18ラウンド回ってたら、あ、この人こういう時にこういう態度とんねんなとか全部わかるんですよ、ゴルフって本当に。で、80になっても90になってもできるじゃないですか、うん、興味あります。いやいやいやは、なので、いやいや、ぜひそういうイベントにも参加していただきたいなと思います。はい、わかりました、頑張ってください。はい、はいはい、そろそろお時間となってしまいました。はい、ここでゲストの宿さん、最後に一言お願いします。いや、もう最後の一言いいですか？いいですか？もう、またあの、また来ます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次回のゲストは染谷由香さんです。AV 女優さんじゃないです。お聴きいただいた曲は、大阪市にお住まいの柳田隆さんからのリクエストで、佐野元春サムデイでした。続いてはエミコズアイ。このコーナーは私、加納恵美子が辛坊さんに今最もお届けしたい情報をお話しするコーナーです。楽しみに待ってました。はい、はい、
今週はですね、まあもう夏も近づいてきたということでダイエットに関してお話ししようかなと思うんですけど、今週私のツイッターでも、ね、はい、コメント募集をしていますけれども、はい、どうですか、いただいてます、いろいろと、それがですね、それがですね来てないんですよ、どういうことだろう、皆さん出したっていう書き込みがあったよ、本当ですか、出したっていう書き込みあったのにな、はい、そうですか、ちょっとまあ届いてなくてですね、あ、そうですか、はい、皆さんダイエットとかはしますしたことあります、だ っ, て、はい、だってモデルの人がダイエットの仕方を紹介しますって言ってんのに、はい、私のダイエット方法はこうですって言いにくいよないや、どういうダイエットしてるのかなってちょっと気になるじゃないですか世の中の人たちは、いや簡単ですよ、はい、その私のツイッターにも書き込みありましたけどね、はい、ダイエットなんか簡単だと、はい、1日必要カロリーって決まってるんだから、はい、それより少なくしか取らなきゃ必ず痩せるっていう、それはそうだろうなっていう、はい、それはまあ理論としてはそれができないですよね、正しいですけど、うん、そうですね、いやまあそれは絶対そうなんですけど、はい、モデルのエミコちゃんはどんなダイエットしてるんですかダイエット、まあ、モデルのエミコちゃんがどんなナイスバディかというとですね、はい、今こうネットをグマッとですね、ま、はい、それネットじゃなくてデータフォルダに入ってんじゃないですか、本当はソメヤユカ知らんじゃん、カノエミコです、カノエミコだったな、はい、ソメヤユカ調べちゃったよ、加納恵美子さんね、はい、加納恵美子さんをネットでググるとですね、はい、ね、写真がいっぱい出てくるんですよね、加納恵美子さん、はい、はい、まあ調べておいてください、はい、画像がポン、はい、画像がうわすっげえいっぱい出てきた、はい、ダイエットの話ですよ、ダイエットの話、わかりました、でこの素晴らしいナイスバディを維持するためにどうしてるか、はい、ジュリアちゃん、はい、ジュリアちゃんインタビュアーで今日はどうぞ、ジュリアさんダイエットとかはなんかされたこととかはありますか？私できないんですよ、食事のダイエットが、食事のダイエットがどうしてもできなくって、はい、だから去年の4月から週2回ジムに行ってます、食べるための運動です、はい、あ、食べるための運動、なるほど痩せるためではないってことですね、食べたいから運動してるって感じですね、はい、だから多分結局痩せないんですけど、はい、ジムに行って何されてますか？ジムに行って、はい、シンボンさん全然興味ない、いやそんなことない、今あの加納恵美子ちゃんと調べたら画像が山ほど出てきて、はい、どれも可愛いね、ありがとうございます、エロ親父、はい、エロ親父言うなエロ親父言うなではまあエロ親父は置いといてジュリアさんジムに行ったらどういう運動をしますか？ジムに行ったら、まあ、とりあえず体を柔らかくしようとしますよね、ストレッチして、 あと自体重でのトレーニングをまあ何かしらあの、はい、パーソナルトレーニングつけてやってたこともあったので、はい、教えてもらってやったりとか、あと、はい、まあ、最後ウォーキングですね、あ、なるほど、いいんですよね、最後にこう歩いたり走ったりするのがいいとか、あ、なんかそれはもういろんな説があって、最後でも最初でも、あ、まあ、多分自分の思ってることでいいと思うんですけど、はい、なるほど、まあでも痩せたいってじゃあジュリアさん思ってないですよね？いやいや思ってます、思ってますか？思ってます、はい、でもジュリアさん全然太ってないよね、全然太ってないです、はい、別に痩せる必要はないと思うんですけど、エミコちゃんみたいになりたい、いやいやいや全然全然そんなことないですけど、単に痩せてるってんじゃないからねそう、はい、閉まってるんですよ、いや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 そんなことないですけど、閉まってるかどうか分かんないですけど、うん、いやまあ私も言ったらそうなんですけど、結構その痩せたいって言ってる人って、うん、もうあの死ぬまでダイエッターみたいな人が多いと思うんですね、うんうんうん、はい、痩せたい痩せたいって言ってて、うん、常にダイエットをしてるって言ってるけれども、うん、それはダイエットになってない人が多いと思うんですよ、うん、だからやっぱり痩せたいってなったら、うん、期間を決めて、うん、いついつまでに何キロ落としてどういう体型になるっていうのを決めないとダメだと思うんですね、目標がないと単にあの、はい、ぼんやりダイエットしたいとか痩せたいじゃダメだって、ダメなんです、はい、それは短期目標がいいのか中長期的な、まあ、あの中両方必要ですね、あの例えばなんですけど私の場合それこそこの間の朝の水着があったので、うん、まあ、痩せないといけない、短期で痩せないといけないってなったら、はいはいはい、そこに向けてのダイエット、うん、で、まあ、中長期的に見ればあのどこどこをもうちょっと絞ってこういう体になりたいみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、なのでまずはその短期の目標に向けて合わせるダイエットとその中長期で見るダイエットってやっぱ違うと思うんですね、うんうんうん、イメージすることが大事なんですか？イメージすること大事だと思います。なんかまあ言ったら、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、うん、短期間で痩せるダイエットってもう
本当に運動しまくって食事を抜けば痩せるんですよ、うん、ただそれは体に負担がかかると、うん、ってなったら結局その長い目で見るダイエットってなったら、うんうん、私がそのミスユニバースの日本大会の時に、うん、谷田さんがスポンサーに入ってて、谷田さんってそうです、あの体組成系の谷田さんです、うん、が入ってて、ヘルスメーターの谷田さん、そうです、はい、知ってる、簡単に誰でも一瞬で痩せる方法があるんですよ、はい、何ですか、え、知りません、一瞬で痩せる、どういうこと、え、知りません、あ、水抜く、いや、そうじゃないんですえ、どういうこと、え、知りませんか、一瞬で痩せる、谷田の体重計で思い出しました、はい、誰でも一瞬で体重を落とす方法があるんです、はい、え、知りませんか知らないです、何そんな魔法みたいな、あのね、はい、井戸の低いところで体重計に乗る、はい、それは北海道で北海道で乗ったのと、はい、沖縄で乗ったのと確か数百グラム体重違います、沖縄の方が軽い、沖縄の方が軽いです、なぜかというと、はい、赤道に近づくと遠心力が働くんですね、はだから遠心力分軽くなるんですよ、だからあのタギタの体重計の精密体重計ってやつを買うと、はい、必ず解説書にあの地域合わすやつがついてます、へー、そうなんです、だからあの今の体重計って昔の体重計みたいにざっくりね55キロか56キロか分かりゃいいってそのレベルじゃなくて何百グラム単位で出るじゃないですか、はい、あの体重計は正確に重さ測るためにはどこで測ることが測ってるかが重要だから体重計に場所設定するのがついてます、だから一瞬で同じ体重でも北海道で測るよりも沖縄で測った方が軽数百グラム軽くなるんです、赤道ならもっと軽くなる、そうなんだ、それ結局ね別に結局体重計で見る数字が違うだけで本人何も変わってないから、うんね、精神的に痩せたっていうのが欲しい場合はそれはいいかもしれないですけど、単なるエピソードトークですからそれ以上は聞かないでください、はい、はいはい、ということでね、その谷田さんで教わったものなんですけど、うんうん、もうすごく基本的なことで、聞きたいです、もう朝と昼食はしっかり食べる、うん、はい、で夕食は軽くする、うん、2つ目、うん、食事はゆっくりよく噛む、あ、でもなんだよなんでゆっくり噛もうがさ、はい、急いで食べようがさカロリー一緒じゃん、カロリーは一緒なんですけど、うん、いっぱい、ゆっくり噛んで食べることによってで、その間に満腹中枢が刺激されて、うん、満腹感も感じますし、いや全部食ったら一緒じゃん、いやいやいや違うんですよ、はい、一回やってみてください辛坊さん、一口30回噛んで、ね、早食いなんだよね、あ、それ良くないですね、いやいや、あのね、そういうのを時間かけてると、はい、なんか動物に襲われた時に、はい、何を想定して襲われない襲われない、あ、そう、はい、はい、そうすると消化も良くなるんでね、はい、いいんですよ、本読んでたらなんか人類が進化するに際して、はい、あ、思い出した、はい、眠りの浅い人と眠りの深い人といるけども、うん、基本的に人間って眠りが浅い方が普通なんだって、うん、どういうことですか、人類進化の途中で、うん、眠りの深い人はみんなライオンとかに食われちゃったから、はい、基本的に眠りの浅い人だけが生き延びてるんだ、へ、つまり夜中にぐっすり寝ちゃってる人って夜中の間にクマに食われたりライオンに食われたりしてどんどん死んでいって、だから夜中になんか物音一つでも起きるっていうそういう遺伝子が強く働いてる人の方がサバイバル能力高いの、へ、俺まさにそうで、俺今夜中寝ててももうあのテーブルからあの針一本落ちた音で目が覚めるの、そんな音だけで、まあ極端っていうか例え話ですけど、ね、はい、だけど俺って過敏すぎてと思ってたんだけど、うん、そうじゃなくてその方が実はサバイバル能力が高いっていうか、そういう遺伝子が働いてる人間だから人類はこうそういう人が淘汰されて生き延びてるから、基本的に物音一つで起きちゃうみたいな人の方が生存本能っていうか生存能力高いっていう話が最近の話であったんですけど、辛坊さん高いんですね、いやちょっと待って、ま、全然違う話ね、はい、ダイエットの話ですよ、途中でしたね、はい、でね、あと3つ目、うん、その量よりも品数を多く食べる、そうすることであの栄養バランスがめんどくせえじゃん作るのめんどくさいんですけど、まあ、やっぱそういうところを意識しないと痩せないということですよ、
分かった、はい、結論はダイエットは面倒くせえってことだね。そうですでそうですって言っちゃう、はい、いやそうです、ちゃんと頑張らないと痩せないです。でも、うん、そのずっと頑張るのは無理だから、うん、期間を決めて集中的にやるっていうのを、うん、まあ、ずっとはできないんで、例えば夏に向けてやるとか、うんうん、クリスマス前に向けてやるとか、うんうん、年末年始が来るからやるとか、ちょっと期間を決めてやってったら、まあちょっとずつ痩せられるんじゃないかなと思います。その成果は加納恵美子でネットで画像をググっていただくとですね。また検索して、しぼさんもそろそろラジオ終わる時間です。あらまあもうそんな時間 で、 はい、はい、ということで今週はこのあたりお別れとなります。うっそー早いなー。うっそーマジっすか。さようなら、さようなら、また来週。